総国とは、大韓民国の法学者、政治家。2009年より、ソウル大学校教授。他に、大統領府民情出席秘書官、法務部長官等の公職を複数歴任している。生命の記載方法として日本語を使うマスメディアでは、生徒名前を中黒で区切りながら、カタカナで著句と表記する方法の他に、漢字を用いた複数の表記方法も見られる。 直国という生命は朝鮮における漢字の政治体で総国と表記される。だが、総と国の字がいずれも日本における漢字の政治体ではないため、2019年に各マスメディアが配信した記事では、下記の3種類の表記が用いられていた。2文字とも日本の政治体に置き換えて総国と表記する方法。名前は日本の政治体に置き換えるが、生死は 朝鮮の政治体を流用し、総国と表記する方法。名前は日本の政治体に置き換えるが、政治はカタカナに置き換えて、諸国と表記する方法。日本における諸国の漢字表記は確立されておらず、同一組織、同一記事の中で異なる表記が扱われた場合もある。例えば、KBS ワールドラジオは10月配信の記事で、総国と表記していたが、 12月配信の記事では主に宋国と表記する一方、記事内で宋国の表記も使っていた。なお、中国語を使うマスメディアでは、漢字の表記方法が各々の政治体で統一されており、反対字では宋国、反対字では宋国と表記されている。1965年4月6日に、富山直轄市で生まれた。学歴は、 1986年2月にソウル大学校法学科、1989年2月に同大学の大学院法学科を卒業し、1991年8月に同大学院の法学博士課程を修了。その後、海外博士課程の小学生に選ばれたため、カリフォルニア大学バークレー校のロースクールへ留学し、1995年5月に LLM 1997年12月に JSD の学位を取得した。職歴は、ウルサン大学高校師ウルサン大学校助教授、東国大学校助教授、ソウル大学校助教授、及びソウル大学校副教授を経て、2009年4月からソウル大学校教授を務めている。大学で教員職を務める傍ら、行政府、 司法府が設けた各種諮問委員会の委員や参与連帯司法監視センターの責任者を務め、教授就任後も国家人権委員会人権委員と大法院料系委員を歴任している。また、ムンジェインが大統領に就任すると大統領府民情主席秘書官及びムンジェイン政権の法務部長官も務めた。なお、韓国では教育公務員法の規定によって 教授が公務員に任用された倍在任期間中の給食と任用期間終了後の復職が認められている。そのため、教授就任後の総国は何度か給食と復職を繰り返していた。総国は2019年8月9日に文在寅大統領から次期法務部長官候補に指名されたが、その直後から不正の疑惑が次々に浮上したため、長官就任をめぐって、 全国規模の大きな論争を引き起こした。この論争と疑惑追求の動きを韓国では総国事態と称している。疑惑の提起後8月23日夜には高麗大学校とソウル大学校で真相究明を訴えるろうそく集会が開かれ同時期に実施された世論調査では長官就任反対が6割に達した。これを受け 法務部長官としての適格性を審査する国会の聴聞会は野党の反発もあって数日間の延期を余儀なくされた。事態が深刻化する中、総国は9月2日に緊急記者会見を開き、11時間にも及ぶ会見の中で改めて疑惑を否定した。そして9月6日には、 国会の聴聞会に休憩を挟んで十四時間かけて、臨んだが、同日夜には、宋の妻で、東洋大学校教授のチョン・ギョン・シムが渡し、文書偽造容疑で在宅起訴されるなど厳しい状況に追い込まれた。その後、宋国は九月九日に、文在寅から、法務部長官へ任命されたが、宋国擁護と検察改革を主張する、新法派と宋国の長官辞任を要求する、 保守派が、それぞれ大規模デモを頻発に開いて、対立陣営の分裂が非常に深刻化したため、10月14日に法務部長官を即日辞任すると発表した。槿恵政権崩壊の原因となった、蔡準実ゲート事件では、蔡準実の娘チョンユラの不正入学疑惑を批判していたことから、野党からは、 韓国の学歴社会を批判したドラマスカイキャッスルの現実版、それを揶揄したチョグクキャッスル、チョロナンブルと批判された。また自身は向いても向いても疑惑が出てくることから、港南左派の文字理で高南玉ねぎ、玉ねぎ男と揶揄されるに至った。また疑惑が広がっていた時期に、韓国政府が日本との軍事、情報包括保護協定の破棄を決定したのは、ムンジェイン大統領が、 自らの後継と考えている僧の疑惑から国民の目をそらすためではないかという推測までなされた。長官辞任後、僧国の妻で在宅起訴中のチョン・ギョン・シムが逮捕され、僧本人も在宅起訴された。両者はいずれも権威内容を否定し、法廷闘争を行っている。僧の長官辞任を受け、韓国社会は一応の落ち着きを見せたが、一部の支持者はそれ以降も、 総国を支持した。2020年3月8日に結成した小政党、開かれた民主党は記者会見で総国主語と明言し、第21代総選挙での議席獲得に挑戦した。総国自体の際に追及された疑惑は次の通りである。2019年9月4日には総が大学教授になるのに決定的な役割を果たした。 ソウル大法学修士論文において、実は、複数の日本人学者の先行論文をそのまま、出典もつけずに韓国語訳されている部分が三十三箇所も、あり、それが、論文の三十パーセントも占めることが発覚した。ソウが九百八十九年に書いた、ソビエト社会主義法、警法理論の形成と展開に関する研究は、明らかに、藤田勇、上田宏 小田博士、福島正夫、中山健一をはじめとする日本人らの論文などをただ韓国語訳してコピーした後、客中などの出店や引用のための引用不使用、さらには自分の言葉で言い換えるパラフレージングも全く行わず、そのまま表説していたことが確認された。単独で書いたことになっていたが、協著者レベルの表説を受けた。 日本人らから著作権違反での提訴も可能だと指摘されている。朝鮮日報は反日を先導していた層が日本に依存していた実態に驚愕したと伝えている。2019年に始まった日本政府主導のキャッシュレス化政策にも影響を与えたと言われる。韓国のキャッシュレス比率の高さには歴代の韓国の左翼政権による政策と深い関係があり、それを引き継ぐ 文大統領の理論的な支柱になっている総国が、藤田大佐村の業績を学習した結果でもあり、そういった方面にまで日本との韓国との関係が存在するとの桜井住夫による指摘がある。二千十九年九月、韓国元野党議員の高博史博史弁護士が、YouTube で、総国は九百六十三年生まれと、九百六十三年四月六日生まれと記された、 軍隊所属時代の名簿を証拠として告発した。これが事実であれば、ソウル大学に16歳で飛び級入学したという逸話も虚偽であったことになる。これら多数の疑惑から、日本国内のマスメディアでは、疑惑の玉ねぎ男と報道された。反日を招いた数々の主張がもともと日本の朝鮮総連系の知識人、いわゆる韓国批判北朝鮮支持だった。 日本の左派たちによって1960年代から始められた近日生の考案した冠の紐戦術によるものだと指摘し、歴史問題に関する嘘や無知、誤解に基づく韓国の反日は未発達な精神文化の現れであり、これを克服しなければ韓国社会の発展はない。この国は嘘つきの天国です。偽証罪と布告罪が、 日本の数百倍などの主張を表したリヒサシカオルの反日種族主義について、ソウは反民族的売国親日派と批判した。理論や根拠に基づかない批判だとして、リヒサシカオルたち著者は2019年8月20日、ソウル地検に総国を侮辱の疑いで告訴した。韓国の保守勢力支持者から高難差派だと批判されている。だが、 本人は、高南左派であることを自認しながら、進歩的な政策を主張することで大衆から一定の支持を集め、2019年8月に疑惑を追求されるまで、高南左派に対する否定的イメージを逆に変えることに成功していた。僧の字は、朝鮮ではもっぱら政治で用いられ、僧と別個の政治体として扱われるが、日本では僧の意自体として扱われる。また、 国の字はかつて日朝双方で政治体だったが、東洋漢字導入後の日本では、国の旧字体という扱いに変わった。この略語。36、総国法省とムンジェイン大統領の経歴から学ぶ韓国と日本、月間消費者信用、草むら団カードの正規第171回。ありがとうございます。